ってみよっか。軍祭走ってみます。行ってきます。軍祭走ってみたーい。イエーイはーい、ということで軍祭走ってみたい始まりましたちょっともう入っていいですか、はい、軍祭走ってみたい。走ってみたい。じゃあ私が教えましょう。どうも、はい、久保凛太郎です。よろしくお願いします。また、あやと申します。よろしくお願いします。初めてですか、ここは。初めて降り立ちました、この地に。あら、はい、どうですか、実際降り立ってみて。降り立ってみて、暑い。暑い、ちょっとね、暑いね。いろいろな動画でやっぱ出てるじゃないですか、軍祭って。そうですね。なんでやっぱその憧れの地に来れたことはめちゃくちゃ嬉しいですね、うん、ちょっともう聖地みたいな感じですよね。そう、本当に車好きの聖地じゃないですか、ここ。確かに。ちょっと舞い上がってる感はあります。ちょっとある。はい。あら、だいぶ。実際にじゃあ軍祭を走っていただきたいと思うんですが。え、本当ですか。今日まずご準備したお車こちらです。トヨタ GR86。 かっこいい。ノーマルではないです。お、なんかただならぬオーラ出てますもんね。桑田さんに乗っていただくなら、はい、ちょっとやってきました。え、本当ですか。まず車庫帳を、はい、ブリッツさんの車庫帳。わあ、これ別端式です。別端式。別端式です。別端式で、ブレーキは何があっても止まれるようにウィンマックスさんのブレーキ。何があっても止まりますね。す、はい、危ないと思ったら踏んでもらっても完全に止まります。ウィンマックスさんのブレーキパッド、はい、あとはタイヤが東洋タイヤさんの R888R。 めちゃくちゃ食うやつですよね。めちゃくちゃ食うやつです。なんかドリフトとの会場にもいらっしゃるって聞いたんですけど。あ、そうなんですよ。 D1 のイメージがある、去年やってまして。そうですよね。なんで東洋さんはとても、ね、はい、お世話になって。そういったドリフトの大会でも使われてるハイグリップタイヤが入っていて、はいはい、ホイールは円形さんのかっこいい GTC02 ということで、うんうん、もうね、見た目からもバシッと決まってますんで。ねえ、もうこれなら私も走れちゃうんじゃないかななんてちょっと調子に乗ってますけど。まあちょっとね、ちょっとね、はいはい。まあ、こういう車乗るとやっぱちょっとやる気が出てくると思うので、はい、乗りたいなって気持ち強くなってくると。父の車好きなんでね。普段は何を乗りなんですか。あ、私はね、普段 RX8 という車に乗っております。あの下でちょっと見ましたけど、えぐいなんかオーバーフェンダーついてたやつそう、大きいお尻の。あ、なるほど8に乗ってますこの車乗ったことありますか。あの、横に乗ったことあるんですけど。あ、そうなんですね。運転したことはないですね。じゃあ、今日初トライなるか。はい。まあ、まずは最初ちょっと僕が一周軍祭をご案内しますので、うん、はい、もう観光気分で、まずはこういうところで今までのこの過去のね、皆様はこういうところでこう戦ったり、うん、2台でバトルしたりみたいなしてたんだなっていうのをまず体感していただいて、うんうん、ちょっと雰囲気見て、ちょっとやっぱ私やめときますなのかいいえ、やっぱり私もう一回行かせてくださいなのかは、うん、ちょっと一回それを見てから決めていただけたらと思いますので、はい、わかりました。じゃあご準備よろしいでしょうか。はい、大丈夫です、はい、それでは早速軍祭走ってみます。行ってきます。改造車買取専門店、改造車買取本舗。高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分。改造車買取本舗で検索。さあ桑田さん、はい、行ってみますか。お邪魔します。初めての軍祭。はい、怖い。おやおや、え、本当に初めて降り立ちました。本当、うん、まあゆっくり行きますから。はい。もう嘘ばっかり。本当に本当に本当に大人って嘘ばっかり今日濡れてるからね、気をつけようね。これが軍祭よ。見たことある？映像で見たことある？あの、映像ではいっぱい見たことありますけど、もうストレートはまあ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 、まあ、先に見えないんだよね、こういうところ。ね、このところはね、危ないんだよ、ダンスが本当に。本当に。罠みたいになるから。ブロすごいな、本当に。優しくブレーキし
よっか。じゃあやってみよっか。お断り。じゃあ行ってみよっか。行きます。さあ変わろう。え、もうこのまま。そうよ、もちろん。え、本当にこのまま。もちろんもちろん。何も聞いてない。え、楽しんで。行きます。緊張しますね。本当大丈夫よ。これぐらいのスピードだったら全然大丈夫よ。うん、大丈夫。そうだね、まずは右ね。はい、ここはね、まだグリップする方、この辺は。で、ちょっと加速します。ちょっと加速。おい加速という言葉か。ここもね、大丈夫、大丈夫。ここもね、ちょっとギャップあるけど大丈夫。大丈夫。ちょっと長めの右カーブね。もうしばらくまっすぐ行きます。はい、すごい、コトライバーさんみたい。そうよ。ここね、イン側にギャップあるので、ちょっとブレーキです。はい、ギャップドーン。はい、左。すごい。ここちょっと長いよ。あ、そう、長くない、ごめん。そう、疲れた。しばらくまっすぐ。はい、じゃあ三速入れます。ここもイン側ちょっと大きくね、ギャブンってなるので、ちょっとブレーキして。はい、行きます。本当に大丈夫。すごい。ここ長い左です。でね、奥でね、あのちょっとギュッときつくなるから、ちょっと入り口余裕持ちながら、徐々に。ここでほらきつくなるぞ。本当だ、すごいきつくなった。はい、気をつけて。俺一回ここで刺さりかけてるから。はい、右に行きます。右に行きます。はい、ここちょっとギャップ。ここもね、長くてちょっときつくなるここで。はい、はい、徐々にアクセル。はい、いいんじゃないの。楽しいと思う。いいんじゃない。はい、もう一回右行って、ここから開けます。左右行っていきます。というわけで、桑田彩軍祭デビューおめでとうございます。はい、ありがとうございます。どうでしたか、実際乗ってみて。いや、もうあんなとこ走ってたんですか皆さん。もう全然無理でしたよ。もうなんかだいぶキャーキャー言いながらハンドル持ってたけど。わーみたいな。
ないなねどうでしたか、どうでしたか。いやもう本当にやっぱちゃんとコースを覚えたりとか、まずね、やっぱ経験が大事なんだなっていうのを思いました、うん、ごめんなさい、ペイペイがあのオープニングでいけるんじゃないかとか大口叩いて本当にごめんなさいまあでもね、実際に走って無事にここに帰ってきて、はい、まあ、車のね良さも感じながら、はい、軍祭デビューを果たしたということで、いろいろな夢がね今日で広がりました。なるほど、先生ありがとうございます。とんでもございません。とても素晴らしい運転をされてたので、あ、はい、ありがとうございます。次のこの企画に期待したいですね。はい、大期待、はいはい、というわけで軍祭走ってみようでした。ありがとうございます。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めてあの提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひあのうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、あの、はい、本当にね、あの AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、あのテリー氏の車の話という、ね、そうですね、番組にもね、あのたくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、あの振るってご応募いただきたいところでございます。はい、そして、ブレス、お、はい、あの板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、あの塗装部も板金部もね稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでねやっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですねチャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか。はい、中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ、お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売、買取ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。